巨匠市は、中華人民共和国河南省に位置する地球市。古漢末の196年、曹操が検定を報じて、ここに、要、長安から塔を移したことで有名。戦都の理由は、美が戦乱で荒廃していたのと、この地域が曹操の勢力圏だったからと考えられる。元は、元圏であり、義王朝建国後の起発2年、義は元をもって、 ますます省えるという予言に従って、巨匠に改名された。検定在位中は一貫して元であったため、五貫義を通じて巨匠が首都となったことは一度もない。検定が廃されて義が建国されるととは落用とされるが、行などとともに義の元の一つとされ、依然として重要な都市であった。巨匠には検定の皇后。 福久市の両母や古間末の都市遺跡があり、歴史学上も重要な都市である。西勝区に研究、市、二県が設置されている。巨匠地区巨匠市支店、巨匠市に飛行場はないが、近隣にある、定州国際空港の国際貨物ターミナル建設が、開始され、完成すれば多業種にわたる、臨空産業の集積地となる。また、高速鉄道の巨匠東駅から、 低州空港への都市間鉄道の建設計画もある。南北方向に傾向を置き高速道路 g 1 7国道が東西方向に G311 国道を貫き、米ューー型の高速道路網が形成されている。ありがとうございます。